市川が優しいことを知ってる。だから怖い。なんかめんどくさいね。どうした？ママ、近所のコンビニまで来たって。こんな格好だし、会うならちゃんとした格好じゃないと。そっか。急げ！おい！おかえり。これが山田の部屋。山田のベッド。そう、それにしても今日は可愛いの着てるのね。うん。ママも似たやつ持ってるから。お。どんな人？似てる。こっち。アンナちゃん。アンナがほとんど食べたから。お邪魔してます。雪まだ降るみたいだからあんまり遅くならないようにね。こっちこそ。ん？嘘つかせてごめん。いつかのお返し。ママに初めて隠し事したけど、もう大人だし。内緒だよ。